こんにちは、モノモースです。今日は JR 東海道線の運転取りやめについて話していきたいと思います。皆さん、朝の通勤や通学、それは一変すること、想像できますかそう。JR 東海道線が始発から運転を取り止め、午前8時頃に再開するというニュースが飛び込んでいきました。これは5日夜に走行中の電車がコンクリート製の柱と衝突し、停電が発生した影響だそうです。さて、ここで一つ考えてみましょう。電車が止まるということは何を意味するのでしょうかそれは、私たちの日常が大きく揺らぐということ。 スキン、す学、く、お出かけ、すべてが一定します。しかし、ここで大切なのは、このような事態に対する対応です。JR 東日本は、事故が発生した直後から対応を始め、運転再開の見通しを早急に出しました。これは、乗客への配慮とも言えますね。しかし、一方で、このような事故が起きないようにするための予防策はどうなのでしょうか電車と柱の衝突というのは一見、避けられない事故に思えますが、実はそうではありません。事故防止のための設備投資や運転士の教育など、事故を未然に防ぐための取り組みが求められます。最後に 私たち一人一人がどうすべきか、それを考えてみましょう。電車が止まるという事態に備え、自分の足で移動するための準備をしておくことも大切です。また、情報を早くキャッチするために SNS などを活用することもおすすめします。以上、モノモースでした。次回も、皆さんの生活に役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに。